プール VS チェルシー、カイセド争奪戦勃発。ブライトンが今夜、モイセス・カイセドの争いを解決したいと考えていることを理解している。最高額入札者に売却するということは明らかだ。リバプールはチェルシーに挑戦し、ブライトンにも正式なプロポーズを送り、正式な入札が行われる予定だ。選手のポジションも重要になるだろう。今夜が山場、寝られませんね。残留する可能性なんてほぼなかったわけなんだから、1ヶ月前の段階でこうしておいてカイセドマネーで良い選手獲得しといた方が良かっただろ。今夏のブライトンの立ち回りはかなり不作だったと思うわ。3ヶ月の交渉が一晩で決着。狂気の沙汰だ。チェルシーが我々を失望させないことを願っている。私たちはあまりにも長い間、ふざけすぎていた。彼らは私たちがどのくらい交渉しているのか知らないのだろうか？顔。開幕戦並みに負けられない戦いだよこれ。リバプールとチェルシーの一騎打ち。今日中には決着つきそう。目が離せない。いつ急展開来てもおかしくないな。ここまで来たら渋らずにチェルシーを上回る移籍金用意してくれ。決してファビーニョとヘンドのお金を無駄にしないでくれ。頼むぞフロント陣。リバプールが最高額入札者であることが判明し、ブライトンが彼らに支払いを命じた。今シーズンの審判の日だ。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。